皆さんこんにちは。こんにちは。目から鱗の時間です。パーソナリティのウエチとユミちゃんです。24時間常時放送のインターネットテレビシャナナ TV がお届けする目から鱗。今輝いている人の人生の転機のきっかけ、まさに目から鱗が落ちた瞬間を紹介し、ご覧いただいている皆さんの人生の転機のヒントにしていただく番組です。今日はね、今日は何ですか。お預かりした、お預かりしたその服とか、いろんなものを持ち主の顔を思い浮かべながら、愛ある対応と匠の技術で、匠か、いいね、ウエッチの好きなやつやん。一つ一つ綺麗にしてくれるだけでなく、リフォームもしてくれる。マジで？そう。え、クリーニング屋さんがそう。マジで？洗うだけじゃないの。マジで？リフォームもしてくれるクリーニング屋さん。そんなことある？そんなクリーニング屋さんあるんやと思って、ちょっとそのクリーニング屋さん、来てもって話聞こうかなと思って今日はゲストに来ていただいています。楽しみですね。はい、いろんなあの話が聞けるか、もうウエチのごちそうやん、楽しみです。はい、はい、その前に CM です。はい、CM どうぞ。いってらっしゃい。いってらっしゃい。株式会社山本クリーニング店、はい、クリーニングアシスタントアドバイザーの山本由美さん、由美母ちゃん、みゆ母ちゃん、みゆ母ちゃん、え、由美さんなのに、あのね、はい、話せば長くなります。これ、あ、なるほどね。お友達に由美っていう、由美ちゃんもそうですよね。由美ちゃんです、由美ちゃんです。多いんですよ。そしたら、はあ、やっぱりあの一緒に行った時に被ってしまいますよ、ね。被る被る。そしたらあるある、なんかみゆちゃんって言うと可愛いよねって言ってくれて、うん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 、でお友達がみゆちゃんみゆちゃんって呼んでくれて、うんうん、でみゆあのいろいろお直しとかもするんで、はいはい、おかもみんなのお母さんですよっていうのでブログにみゆ母ちゃん。なるほど、芸名ですね。はい、なるほどですね。クリーニング屋さん、この淡路の洲本で80年以上営業してるんですか、はい、80年、もうね、多分大阪のおじいちゃんの代から言うと、うん、もう100年ぐらいの100年、大阪でおじいさんがやられてて、で洲本にもう移られて、でお嫁さんで入られたんですよね。なるほど。荒井張っていうとこから、お着物の荒井張っていうとこから、ははは、ほどいて、ほどいて、反物みたいにしてで洗ってこう干してましたよね、昔。すごいな、ね、そっから始まってクリーニングになって、今は、メンテナンスショップ、ずん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 進化していった形なんですけど、そのメンテナンスの話なんですけども、うん、はい、どんなものでクリーニング屋さんって言ったら洗うだけのイメージがすごいじゃないですか。でそのメンテナンスウェッチがすごい、リフォームもできる、メンテナンスができるって、なんかそこちょっと何をどうするのかっていうところをちょっと聞きたいですよね。ね、あの靴とかバッグとかは色を変えれます、はい、ちょっと待ってくださいね。靴とかバッグもやってくださるんですか。そうです、そうです。クリーニングの、あ、まあ、衣類はもちろんなんですけど、うん、その衣類のお修理っていった穴があったり、うん、あのファスナーが壊れてたり、うん、あるある、そこの部分を直すのがリフォーム、うんうんうん、で、それプラス、うん、あのそれだけじゃなくて、うん、身の回りのものすべて、チャイルドシートとか、うん、そういうのもやりますし、ベビーカーもやりますし、ベビーカーも、はい、で靴とかバッグってね、あの、なんて言うんですか、バブルの時ってベージュ色とか、うん、シャネルとかもすごく多かったですよね、うん、でも今になるとやっぱりベージュとかよりも黒で使いたいっていう方いらっしゃいますよね、うんうんうん、色変えてくれる。そうなんです。嘘よ。それを黒に変えれたり、自分の好きな色に変えれる、そんなことできるんですか。そうです、そうです。そういうことをやらせてもらって、ちょっと待ってください、淡路島にそんな素敵なお店があるなんて私知りませんでした。宣伝不足です。宣伝不足です。よくね、あるのはここあのバッグ、うんうん、よく角とか、はい、ハンドルの持ち手のところだけ傷むから、うんうん、そこだけリペアしてほしいとかっていうのあるじゃないですか。あ、はいはい、まあ、同じ色で、うん、でもガラリと違う色に変えるっていうと、そうです、そうです、リニューアルだって帰ってくる、ね、そうです、そうです、最高やん、でも待ってください、そもそもでもクリーニング屋さんですよね。そうです、そうです、そうです、ね、でもそのでもクリーニング屋さんに嫁いだってことはクリーニング屋さん
が染み付いてるわけじゃなかったんですよ、ね、そうです。もともとは、うん、あの看護師、準看護師なんですけど、はい、やってて、うん、であの患者さんにありがとうございます、いやありがとうって言ってもらえる、うん、すごい、まあ言ったら、うん、すごい楽しいお仕事だったんですよ、うん、だけどもお嫁に行って全然若いから知らへんから、はい、クリーニングってどんな仕事って分かりませんよね、うんうんうん、だから結婚して入ってみたら、はい、3,990円って3,990円、ワイシャツでもズボンでも3,990円、そうですね、ズボンとコートとダウンのジャケット預けても3,990円で洗えますよっていうのをやってるようなクリーニング屋さんにお嫁に行きました。でもそれもなんか機械でうわーんじゃなくって手作業が結構多いのに90。そうです、そうです。あのだって家族5人でやってる、うん、まあ、じゃあ家族もほんまに家族経営のちっちゃいクリーニング屋さんなんですけど、はい、それしたら100人ぐらいのお客さんが一気にドバッと来るんですよ、はい、もう来てくれるのは1日目は嬉しいんですよ、100人で30人、うんうん、やばいよでしょ、3点、もう計算した、計算した300点やばい、ね、ね、うん、すごいでしょ、うん、でそれは1日目はすごい嬉しいんですよ、うん、だけどもうだんだんとやっぱりそれ洗って返さない、そのまま預かったら終わりじゃないんですよ、そうそうです、ね、うん、それもあれやね、返す日が決まってる、そうです、そうです、うんうん、そうです、それをだから返さなあかん、その人ら着る日に行くか決まってる、うんうん、親のに返せない、うん、そうしたらお客さん怒るんです、これは怒りますよね、怒ります、怒られたら当たり前ですよね、うん、でその時にもう今までありがとうありがとうって言ってもらってたのに、看護師さんの時にね、そうそうそう、うん、親のにもう怒られてばっかりなんですよすみません、ごめんなさい、すみません、頑張りますってばっかりで、うんうん、なんかそういう状況で、うん、で夜中の1時2時までしても終わらないんですよ、うん、なんかそれやってた時に、うん、あ、なんやろな、もういつかやめたるぞみたいな感じで思ってたんですけど、うん、うちの主人ってね職人やから、そんな状況でも気になるんですよ、うん、シミがあると、うん、そしたらそのシミをきれいに落とすんですね、うん、でまあもちろん料金はいただくんですよ、うんうん、だけどもその時にお客さんが、うわー切れへんだったのに切れたわ、ありがとうって言ってくれたんですよ、うんうん、いやこの仕事でもありがとうって言ってもらえるんやわと思って、ね、バンバン回さなあかんのにご主人は丁寧に丁寧にこう職人の仕事をしてて、そうです、そうです、なんかやっぱりそういうことをすると、うん、ありがとうって返してもらえるんやと思った時に、うんうん、もうこういう仕事じゃなくて、うん、やっぱりお客様に喜んでもらえる仕事をしたい、うん、でそのこの物を見てるだけじゃなくて、うん、物の先のこの、お客様の先の、その物語とかってありますよね、うんうんうん、その買った時にもらった時に、うん、来た時に、ああの成人式に来たもんやわとか、うん、あの人にもらったもんやわとか、うん、おばあちゃんが来てたもんやわっていう、うん、その先が見えてくるんですよね、うん、だからその時にそんな風に物、うん、じゃなくて人に対してのお仕事したいなって思ったんですよね、で洋服のストーリーを見て、そうです、そうです、そうです、うん、もう一点一点に心を込めて喜んでもらえるお仕事をしたいって思ったんですよ、なもうバブルが弾けてちょうどその時にね、はい、3,990円っていうのは、はい、バブルの時だからこそできたんですよね、はいはい、お洋服がいっぱい入ってきて量産できるから採算が取れるお仕事、はい、でもそれが入ってこなくなってくると、はい、やっぱり全然採算も取れないから、はい、やっててもあの仕事にならないんですよね、だからやっぱり値段も上げていかなくちゃいけない、そういうのと相まって、やっぱりそういう仕事の転換をしてやろうって思った時に、あのクリーニング屋さんってね実はあのコンビニより多いんですよ、うん、あ、そうなの今まああのなんて言うんです探すん大変のイメージやったんですけど、いや淡路島はそうですけど、うん、この辺歩いてもらったら 100m 200m 行ったらクリーニング屋さんってないですか、マジで、いやちょっと気がそんな目で見てないんで、ないですか、逆にうちなんか住んでるところも、うん、近くのイオンタウンのクリーニング屋さんなくなって、うんうん、遠いとこまで、うん、遠いとこまで行かなあかんようになったっていうあれやから、そんな多いとは思わなかったです、うん、でも嫁いで確かにクリーニング屋さん淡路島少ないイメージがあって、うん、出すめんどくさいからクリーニング出さなくていい服をまた余計買うようになったっていうのはありますね、うん、でもねその、うん、クリーニングに出すお洋服を着て、うん、ビシッとした時って背筋伸びません、で自分がなんか大事にしようって思う、そうそう、うん、で自分がなんかちょっと一つ格が上がったような気がしませんか、うん、いいもの着た時って、うんうん、そういう気持ちでずっといてほしいなと思って、確かに安いもの着てたら安物の体になりそうな気が確かにしますね、確かに確かに、うん、やっぱりそういうのを大切に着ていただきたいなと思うんですね、うんうん、でそのコンビニぐらいあるクリーニング屋さん今もまあ
ってだんだんやめていって少なくはなってるんですけど、うんうん、そのバブル時期の時にはそのくらいあったんですね。だからその中からうちを選んで来てくださってるお客様には、うんうん、ハッピーな気持ちで幸せな気持ちで笑顔で帰ってもらいたいなって思って、ずっと常々お仕事してるんですけど、でその時にね、もうそのさっきのものじゃないですけど、はい、この人のこのお洋服っていうのが分かるように、うん、うちではこんな風にタグにねお名前書いて、はい、さしてもらってるんですよ、はい、でなんかカード、そうですそうです、これもほやから、うん、クリーニングに出すって帰ってきた時に、うん、また来たいって思うから、うんうんうん、出しますよね、はい、これなのにウエッジさんが朝に着ようと思ったらここボタン取れてたらがっかりしますよ、がっかりする、はい、何のために出したんって思いますよね、はい、ここにシミがあったら、はい、何のために出したんって思いますよね、はい、それがないようにお預かりした時に端から端までチェックするの、そうですそうです、穴ないかシミがないか預かった時にもう簡単なとこで、そうですそうです、そうですそうです、もう裏返して、でうちのスタッフなんかポケットの中も手突っ込むから、はい、ポケットの中のちっちゃい穴見つけるんですよ、でも気すまへんから、それ見つけたら、ショートメッセージとかお電話とか LINE とかさせてもらって、お客様に連絡つくまで返さないんですよ、こっちしつこいでしょほんまにその気持ちよく着てもらいたいから、もうその洋服とこう話をするように、そうですそうです、まあお洋服がもうこんなとこに穴開いてお洋服かわいそうって、だから綺麗にして返そうねの気持ちで一生懸命させてもらってるんですけど、そんなクリーニング屋さんないですよ、ですかねと思います。でもね、言ったらそういった薄利多売みたいなお仕事から、その今のやり方にねシフトするまでって結構大変じゃなかったですか。ご自身でこれがいいなってイメージされてのことやと思うんだけど、そこまでの歴史ってどんな感じでした？変えるターニングポイントっていうか、もうやっぱり 3,990 円が好きなお客様がずっと来てくださってたのを、そこから変えるっていうので、チラシにねこんなことできますっていうので、ビフォーアフターありますよね、汚れてるお洋服、シミがあるお洋服が綺麗になった様子をずっとこう、これとかバッグの色を変えた様子とか、そういうのをずっとこう書いて、チラシを作って、で折り込み入れたんですよ、そうしたらお客さんってよく見てくださってて、その時は何にもその思いつかないんですけど、あれやわって思って、そのチラシに握りしめて、私のこないなってるんですけど治りますか言うて持ってきたことがあるんですよ、でそれがだん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 浸透していって、であそこのクリーニング屋さんに行ったら綺麗にしてくれるよ、直してくれるよ、いうので口コミですごい広がった部分があって、さすが淡路島そうなんですよ、そうなんですよ言いたなるもんね、そうほんまに結構宣伝してくださってて、でそのチラシってもう今は10年ぐらい前、15年ぐらい前に出したチラシなんですけど、それ大事に冷蔵庫に貼ってて、未だにお客さん持ってきてくれるんですよ、これ見てきたんですすごいでしょ、すごい、ね、そういうので、口コミで広がって、ほんでもまあ口コミだけっていうのもあるけど、やっぱりお客さんの答えるためには、リフォームの勉強もせなあかんし、私家庭科2位だったんですよ、実は家庭科2やけど今すごい綺麗にリフォームができるって、すごい今は家庭科5ですよね、そうですそうです、もうミシン星5やね、こうなんていうの、足踏みミシンが後ろ向きに分かる、バカーンと足を張り下りましたそれだったんですよ、だけどやらなあかん思ったらね、ほんまにもう預かってしもうたらせなあかんでしょ、だからもう技術的に上げていかなじゃないので、私しかできひんから、でシミ抜きっていうのは主人はもう20年30年前からもうずっとやってたし、でスタッフがまた結構その私らが一生懸命言ってるっていうのが分かるから、お客さんにも一生懸命言ってくれるし、だからもうチームみんなで綺麗にしたいっていう気持ちとかで頑張ってやってるんですけど、それでも何からその発想が生まれたんですか、でも本当にその洋服見てこのまま返したくないなっていう気持ちからそういう風に変わっていった感じですか、そうですね、だからまあ、ありがとうの一言、ありがとう、だからありがとうって言ってもらえた、嬉しいなっていうのと、それとやっぱ全国のね、そのシミ抜きの勉強する勉強会っていうのがあったんですよ、そんなとこ行くとやっぱり、志の高い人がいっぱいいらっしゃって、でその人らはやっぱり同じようにシミ抜きとかお修理とかも頑張ってしてらっしゃるんですよ、でその時にお話をお伺いした時に、やっぱり同じような気持ちやなって思って、あの人らも頑張ってるから私らも頑張らななっていうので、
ずっと頑張ってきたんですけど、まだ本人もなかなかあれですよ、あのね、知られへんいうとこがあるぐらいやから、まだまだ全然浸透してない状況。やっぱりどうしてもクリーニングには出す機会がやっぱ減ってしまって、そうですよね、その遠いでしょ、うん、遠い高いっていうイメージがすごいあって、うんうん、で今のお話聞いてたら、あ、でも手入れができないから高い服買えないっていうのは確かにあるなって、うんうん、だからできるところを知ってたら、うん、だからモンクレーとか、うん、それとかあのシュプリームとかね、うんうんうん、ヘルメスとか、はい、そういう T シャツとか若い子はこの頃結構着るんですよね。普段はもうなんか全然何にも興味ないような人でも結構着てらっしゃるんですね、うん、そうしたらやっぱどこに出したらええんやろうっていう気持ちがすごいあって、クリーニング屋さん探す、クリーニングジプシーって言うんですけど、一生懸命探し回る方もいらっしゃって、うん、でそんな方にうちはちゃんとできますよ、綺麗にできますよっていうのをお伝えしたいなってずっと常々思ってて、今回いい機会いただけたなって思ってるんだけど、うん、確かに諦めてしまってるやつでもご相談してもらうと、うんうん、ちゃんと、まあ言えば、うん、一番みんな大事にしてるのはその思い出の品やから、その服しかあかん、その品物しかあかんっていうものだから、うんうん、あの元に戻してほしい、綺麗に戻してほしい、また使いたいっていう思いがあるんですよね。ね、あのそれが例えば、価値がいくらのもの、新しく皿を買ったらいいっていうもんじゃないものがありますもんね。お名前出したらあれやけど、ユニクロさんのセーターだったとしても、うん、一番びっくりしたのは、はい、ダイソーのネクタイ、うん、100円のネクタイ、うんうん、それクリーニングに来るんです。ダイソーさんのネクタイですよ、うん、それのネクタイがクリーニングに来て、うん、うちで洗ったら大きな声で言いませんけど600円近くするんです買った方が安いですけど、誰かね、そうです、そうです、うん、でもそれはおじいちゃんがしてたとか、うん、そういうのもあるんかもしれませんね、分からへんけども、うん、さっきねおっしゃったみたいに、やっぱりそれには思い入れが、唯一無二のものっていうね、そうそうです、そうです、そうです、思い入れ、思い出、いろんな思いがその中品物に詰まってるっていうことありますよね。はい、ほんまブランドバッグとかね、ボロボロになったらもうしょうがないから、もう売るか捨てるかするしかないって思って、うん、手放したやつとかもやっぱりあるなと思って、う、ねうん、大丈夫です、そういうのもね、マジでもうよっぽどになったらお断りしますけど、もう直せるものは直して、だからお客さんによってはここに来てダメやったらもう捨てるわって、うん、だからそれを見極めてもらったら諦めもつくからいうので持ってきたさる方もいらっしゃいます ね、うん、ね、でもね、当該からわざわざそうですそうですいらっしゃったりとか、うんうん、それとか、まあ言えばうん、そういうリペアとか、うん、その染み抜きとかいろんなものの、うんうん、最後の取り手の駆け込み寺みたいなものですよね。そうですね、うん、そうなったら嬉しいですね、うんうん、でもそれでもこう作業するのにお渡しまでに時間とかって結構かかったりとか、そうですそうです、もう何日、うん、何ヶ月待ちとか、何ヶ月待ち、うん、そんな人気店なんですね、だって一人でしてますから、あ、そっか、その作業、ね、順番にやっていくからね、家族経営ですからうん、うん、大きなお店じゃないんで、ほとんどお一人でそれ、主人が靴とかバッグとか、うん、それとか染み抜きとかやってます、うん、それから、うん、お処理の方は私が一人で、うん、もうね、うん、虫穴がね、50個ぐらいあったりね虫穴50個って、そう昔はよう見つけましたねって感じですけど、昔はね、物がなかった時は駆けつぎ言って、うん、それこそ全部直してたんやけど、うん、今もうちょっとなったらもう新しいやつにね、うん、買い替えろという習慣になってしまったんで、そうそう、駆けつぎとかしてもらうとこもそんなないから、うん、そう駆けつぎの技術がね、そうもうなくなってましたね、中1で買ったばっかりの制服、ほんまここめっちゃ穴開いてって、シャンデが裏ポンって布貼っておばあちゃん塗ってましたけどね。そう、うちもだから掛け継ぎっていうのはできないんですよ、うん、で値段的に合わないですよね、うん、もう小指の先ほどの2000、うん、3000しますよね、うん、だからそうじゃなくて、うん、裏から接着とかするんですけど、うん、でも柄が合えばもう全然わからないですよ、ね、マジでちょっと持っていこうだからほんま、うん、普段に着るようなお洋服でも、うん、見合うぐらいの金額でさせてもらってます。そんな高級な、ねもうね、もう絶対にその高級な礼服とかであれば、うんうんうん、その専門の業者さんにお願いしますけども、うんうん、そうじゃなくて普段に着てる普通のものであれば、うんうん、もう手が届くぐらい、うん、もう出しても大丈夫ぐらいの金額でやらせてもらってるので、でも主人がこれタバコでなんかズボン開いたとかもよくありますよね、うん、はーってなりますよね、うんうん、なるほど、ありがたい、いやよくぞ来ていただきました。ありがとうございます。でもね、そのシフトするタイミングをね、本当
よく覚悟されて。そうですそうです、ね、お客さんもやっぱり減りましたよ。100人来てたお客さんが、うん、その1日100人来てたお客さんが、うん、今はそんなもう1日何人の世界ですけど、うん、でも何人の方がその先の人の顔って見えますよね、うんうん、あこの人のお洋服やわって、うん、あの人はほやからノリが薄くてで襟のところがふわっと仕上げてほしいですなとか、うんうんうん、そういうのが見えるようなすごい。だから服見ただけで、うん、前の年に着たコートがパッと見ただけでいやこれあの人のやまたいらっしゃいみたいな気持ちで、すごい服見てその顔が浮かぶってすごいですね。そうですそうですもうそのくらいにお客さんは減ってますけど、うんうんうん、でもそのくらいの気持ちでする方がやっぱりお洋服もやし、うん、お客さんもね、うん、嬉しい気持ちやし、うん、私らも嬉しい気持ちやし、うんうん、そういう気持ちでお仕事させてもらえる方が楽しいですし、やっぱりね1時2時まで一生懸命したって楽しいっていうのが全然なかったから、うんうん、すごい話やねウエッチ。いやーよかクリーニング、うん、もう今、うん、クリーニングって、うん、もうそれこそ大量に、うん、こう工場で、うん、もうそのイメージ、うん、そうですそうです取り次ぎだけして、うん、で、あの、うん、もあの工場に持って帰ったやつを届けられたやつを渡すだけっていうような、うん、あの取り次ぎ店みたいなところが多いじゃないですか、ね、朝預かって夕方仕上がりみたいな、うんうんうん、ね、うん、もう今ドライブスルーまでありますからね。ありますあります、ね、すごいな。その世の中に一点一点お客さんの顔を思い浮かべながら仕事してるってね、え、うん、あいやね、うん、すごいな、いい話やわって、ちょっとほっこりしたところでちょっと一旦じゃあコマーシャルに向かしていただきましょう。はい、はい、コマーシャルです。いってらっしゃい。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、おかえりなさーい、はいはい、その技術があるっていうことも素晴らしいけど、うん、その愛が素晴らしいね。愛がすごい、はい、告知 PR コーナーなんですけども、はい、うん、おっしゃりたいこと、うん、何でも結構ですので、はい、おっしゃってください。どうぞ。さっき言ったみたいに、やっぱりそんな風なクリーニング屋さんって少なくなってますよね、うん、はい、だからもしもすっごくお困りで送料がかかっても大丈夫とかね、そういう方は来ていただして、うん、ね、来てもらうのはもっともっと嬉しいですよ、うんうん、お買い見えての方がすごく嬉しいんで、うんうん、なんですけど送っていただいてもお預かりできますし、うん、いろんなご相談していただけたらなって思います。ね、一回ちょっとウェッチ一緒にちょっと行ってみましょうよ。言うかこれはっていうやつを持ってきたよね。ほんまやね。なんか ね、普通のも来てくださいね。あ、そうなんですか。そう、私でも普通のあの、うん、アマチュアで持って行ったら、あのかかったシャツ1枚にあの箸台といっぱい抱えて持ってる。あ、いっぱいね。そうそう、私ちょっとフェラガモの靴で1個直したいと思ってたやつがあって、そんなんいいん違う。そう、神戸靴で持って行こう、神戸靴で持って行こうってずっと忘れて部屋で眠って。アマチュアで直りやん。そう、持ってきてください。明日行こうと思って。もうすぐ行けるわと思って、すごい嬉しい。今まででこんな、うん、あのリペアのやつとか、うんうん、こんな染み抜き、あってあのすごい喜ばれたとか、あの思い出に残るエピソードなんかあったらちょっと聞きたいなと、時間がちょっとあるので、うんうん、そんな話って何かありますか ね、子供さんが、うん、入学式かな、うん、の時に着たワンピースを持ってきてくださって、はい、50個ぐらい穴あったんですね。虫食いの穴で、もう何年も前のやつやから、そうですそうです、うん、それしまってあったんを中学校ぐらいになって出してこられたんだけど、うん、でそれをいっぱい穴あるから、うん、なかなか仕事が進まなくって、うん、であのやっと終わってお返しに行ったら、うん、その先の方がガンを患ってらっしゃって持ってきてくださった方、その人がもうあのなんていうんですか、もう
もう全身がんだったから、いつ亡くなってもおかしくないんやけど、うん、やけどその子が中学校になるまで頑張ろう、うん、高校になるまで頑張ろう、うん、その子の赤ちゃん見るまで頑張ろうっていうので、うん、頑張ってこられたっていうお話をお伺いして、うん、でそこにお返しに、それね、テレビの取材だったんですけど、うん、でテレビの取材でお返しに上がったら、すっごく喜んでくださって、うん、でその持ち主の女の子も来てて、うん、でその女の子がもう抱きしめて、うん、これ嬉しかってん言うのですごい喜んでくださったんですよ、うん、なんかそれを見た時に、あ、やっぱりお洋服の先にはドラマがあるなって思って、うん、でこれがほやから直せたことによって、うん、その子は次私の子供生まれたら着せますって言って、うんうん、そんなって言ったんですよ。やばなんかそれ聞いた時に、あー返せてよかったって思って、うん、穴のままだったら着れないけど、うん、穴が直ったことによって、うん、ほな多分そのお母さんはその子の、うん、子供が小学校になるまで、うん、これ着るまで頑張ろうって、うん、また頑張るきっかけになれたかなって思ったんですよ。なんかその時に、あー頑張っててよかったなって思いました、うんうん、うわすごい話なんかね、今までほやからその物しか見ずに仕事してた私が、うん、物の先を見て、うん、その先のストーリーっていうのが、うん、直に本当にね、うん、直面できてすごい嬉しかったなって、すごい物を大事にしようって思った今。そう、本当そうですよ ね、 だからほんまにたった一個の穴でも、うん、たったちょっとのシミでも、うん、これをお声かけたことによって喜んでくれるっていう人が多分その先にはいらっしゃるんだなって思います、うん、はい、すごい、ね、いや、その一点一点の、うん、そのクリーニングで出された、うん、リペアに出された商品、うん、その中にはその持ち主、もしくはその持ち主の家族、その人生そのものがあるっていうことですよね。そう、それをキャッチされる私はゆみさんにも本当に、うん、ねえすごいなって、すごい仕事ですよね。でもそう思えば、うん、そのリペアとかそういうものを受けるとき、うんうんうん、もうすごい気が引き締まりますよ ね、 うもう家庭がにいや言うとられるそうですよ ね、 そうですね、はい、でお問い合わせは、はい、ホームページ、ホームページで、ホームページがね、ヤンモトクリーニング洲本で検索したら、あ、そうですね、そしたら LINE のところに飛びますので、はいはい、そこから、はいはい、いろんなご相談もそこから、はい、お願いします、受け付けますので、はいはい、ぜひもう直にお店にも行ってみてください。そうですね、また来てくださいね、はい、新しいエピソードを持って、はい、ありがとうございました。さよなら。僕は君の大人のおもちゃさ。